どうも、うぷ主です。今回も前回の続き、スイス、ベッリンツォーナに到着したうぷ主。早速、世界遺産を見に行くぜ。それでは、ゆっくりしていってね。スイス、ベッリンツォーナに到着しました。この、ベッリンツォーナ、旧市街の3つの城と防壁、城壁群、として、世界遺産に登録されています。ヨーロッパの各地に通じるたくさんの道が、この場所に集まっていることから、歴代の支配者に重視され、町の防衛の目的で要塞や城が築かれました。現在では、建築様式、建築技術、またその景観が評価され、世界遺産登録に至っています。本日は徒歩で行ける、カステルグランデ、そして、モンテ、ベッド城に行ってみます。この二つはこんな感じで、1キロぐらい離れています。テクテク歩いていくぜー。まずは、カステルグランデに到着しました。かつてはこの小高い岩盤の上に、サン・ピエトロ教会や、その他の小建造物群が建っていました。現在はトッツェ・ネラと、トッツェ・ビアンカという二つの塔、敷地を三分する三つの防壁が残っています。どこから入ればいいのかわかんないぜ。ここか？この階段を登るのか？上から人も降りてきたのでそのようですね。何も書いてないし、書いてあっても読めないからさっぱりだぜ。なあ、階段長くね。はい、うぷ主、この時気づいちゃいました。この階段って、この岩盤を一気に上がる階段のようです。数えてみたところ、8段 ×25 階で約200段ありました。マジでー。時間がかかるので3倍速でお送りしています。なお、
うぷ主は本日も、5キロの荷物一式を背負っているので、死にそうでした。詳しくは19話をご覧ください。やっとこさ、到着です。なあ、一瞬ちらっと見えたけど、エレベーター。あったよな。はい。見落としてました。おい。階段を登り切ったものの、目の前にはさらなる坂道が。もうこうなややけだぜ。はぁはぁはぁ、なんとか到着したぜ。芝生も生えてて、いい感じじゃないか。いい眺めだぜ。この高い塔にも登れるようです。行ってみましょう。足がもう、動かないんですけど。エレベーターも動かないし、行けるとこまで行ったら。ここが中間地点。この渡り廊下で、隣の塔に渡ります。息を切らしながらもたどり着いた。最上階からの眺めはこんな感じです。おーおー、頑張った甲斐があったぜ。ちなみに、正面にあるお城、門って、ベッド城にも後で行きます。また、登るのか。
さて、次に行きましょう。次に行くってことは、今度は降りるのか。なかなか、危険な場所もあるぜ。日本じゃ安全面で考えられませんね。今回はここまで。次回はこの長い城壁を歩くぜ。それではご視聴、ありがとうございました。